どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、クです。よろしくお願いします。はい、今回もここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしています。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら。はい。バン、ザ・桃太郎。ザ・桃太郎。うん。です。はい、週刊少年ジャンプで1987年から89年。古いですね。うん。筆者がですね、庭野誠先生ですね。はい。はい、この桃太郎でデビューです。うん。で、小畑先生とかが当時アシスタントしてたと。はい、まあ、非常に絵はうまいですよね。そうね、うん、代表作がですね、リベロの武田ね、うん、やりましたね、前にね、うん、あと、真島君をすっ飛ばす、うんうん、こちらもありますね。やってましたね。あらすじ短いですね。日本各地に、なんていうのこれ、イニシエ、イニシエの残る、イニシエじゃないか、なんていうのこれ、まあ、伝説。日本各地に伝説の残る桃太郎伝説。はい、はい、その物語の登場人物である桃太郎の子孫がプロレスラーとして現代に生きていた、うんね、太平プロレスというねプロレスのところに所属し、うん、ホープとして活躍する桃太郎の前に次々と挑戦者が現れるということで、はい、まあ、なるとかじゃないですよね、うん、もういるっていう結構、まあ、最初からね、うん、もうそういうもんだっていう珍しいというかね、すごい漫画ですね、うん、まあ、ギャグ漫画ですよね。まあギャグですね、とにかくね、うん、はい、では魅力をお願いします。はい、じゃあこちらですね、とんでもないボケ数ですね、うん、本当もうなんかね、真面目な流れだろうが何だろうが絶対に入れてきますもんね、うん、そうですね。なんかリベロの武田の時に1ページに1個は絶対入れるみたいな、なんかこだわりみたいな言ってましたっけ、庭野先生。うん、わかんないですけど、うん、なんか当時のね、なんかジャンプのギャグ漫画は3コマに1回はボケろみたいなね、うん、3コマに1回、うん、すごいね。そんな感じだったみたいですよ。まあそれにしてもすごいですよね、うん、これは本当ギネスに乗れるんじゃないかな。ちょっと無理やりボケてますもん、ボケなのかどうかすらちょっと分からない。まあなんかね、基本ダジャレですけど、うん、序盤は特に、うんうん、すごいですよ ね、どっちも考えるの大変じゃないのかな、話も、うん、まあ、まずストーリー考えてじゃない、うん、でもとにかく間にボケ挟んでっていう、うん、私はまあこれですね、まあ、それにも近いんですけど、やっぱキャラがね立ってるからね、やっぱ読みやすいんですよね、うん、このキャラはこういうやつだっていうのはやっぱしっかりしてるんで、うん、その辺の作り方がすごい上手だなと思います、ね、まあその語尾にね、無理やりなんかつけてみたりとかね、うん、まあこの時はね、やっぱあれでしたよね、うん、そういうキャラ多かったですよね、いろんな漫画 で見た目もね、やっぱりそのしっかり寄せてってるから、うん、まあ、例えばその昔話系の漫画はやっぱ面白いですよね、基本はね。まあまあまあ、なんかね、設定がね、分かりやすいですからね、まあ、結局仮面ライダーだってね、うん、やっぱあの桃太郎スのやつが受けたわけですから。そうなの、まあ、佐藤健くんでしょ、あの電王。あ、電王ってそうなんだ、昔話のやつなんだ。まあそうだよね、桃太郎とか金太郎とかいるっていうので、はい、まあこれもね、やっぱりそうワクワクしますよね、桃太郎、金太郎、浦島太郎はね、その辺が出てきたら、まあ逆にそれ以上いるのかと思ったら、やっぱあんま出てこなかったですね。一寸法師、やっぱり、まあ一寸法師ね、意外と三年寝太郎が後半に出てきましたよね。三年寝太郎ってそんなメジャーなの？メジャーじゃない、三年寝太郎って。俺全然わかんない。あのロープレイにも出てきますね、うん、だから桃太郎、浦島太郎、金太郎のが一軍だとしたら二軍ぐらいに出てくるね、うん、3年の太郎は。あ、そう、うん、あの赤のやつは赤太郎ね、赤太郎は赤太郎は三軍ぐらいかな、あいつは。俺三年寝太郎全然知らないけどな、赤太郎は知ってるけど。赤太郎知らないです。赤太郎知らない、赤でできた赤太郎。ゲゲゲの鬼太郎でしょ。違う、昔話、おばあちゃんの赤でできたんだっけ、あれ妖怪じゃなくて。違う、人形を作ってたら三年寝太郎メジャーだって俺は知ってたけどね。かぐや姫も出てきたし、出てきてないやついないね、そう考えたら。結構やっぱ昔話のやつらって少ないね、そう考えたら。一寸法師も出てるでしょ、はい、花坂じいさんとかも出てきたっけ。花坂じいいないね、確かに。小太りじいさんとかね、いないね。じいさん系はちょっとね、あと雪女系、うん、鶴の恩返し、うん、確かに鶴の恩返しみたいなのあっても良さそうだけどね。ないね、もう無理やり最後カッパとか出してきちゃったんで。地蔵とかもね、地蔵系もないですよね、うん、風地蔵みたいな、うん、そうなってきたらまあこのぐらい10巻ぐらいが妥当なのかな、うん、まあね、もういないもんね、この後出すやつ主要な、うん、主要な昔話、洋物出しちゃう、赤ずきんちゃんとかね。洋物って何なの。、うん、まあ、グリムドアとかね、こっちの、うん、
まあ、確か海外のやつでね、そういうの出てきてもドラキュラとか出てきても良さそうでしたけどね。あったんじゃないですか、構想には。構想あったかね、うん、これ打ち切り、世界に1個多分雰囲気的には打ち切り、うん、うん、絶対世界行きますもんね、うん、まあね、まあ、やることは全部やったよね、そういう意味では。そのブラックマモタロウが出てきて、うん、で鬼のね、大将が出てきて、そうね、もうこれ以上ないっていうぐらいやりましたよね、うんうん、トライアスロンとかやっちゃったりとかねプロ野球編もありましたからねプロ野球編あった、はい、藤田監督が出てきましたからいやもう好きなものをとにかく入れてるってことかね、うん、プロレスもだいぶ好きなんだもんね。そう考えたらサッカーあんま好きじゃないんじゃないかって思いましたけどね、これ読んだら。うん、サッカーのことなんかほとんどやってないもんね。サッカーはほとんどやってないです。その後にサッカーはだからあれじゃない、やっぱ J リーグブームに乗っかったんじゃないの、あれ。でも91年から92年でしょ、ちょうどじゃない。93年だもんね、 J リーグ開幕したの。あ、そうなんです。93年だっけ、 J リーグ。93年。うん、じゃあまだ J リーグとかなる前にやったか先駆け、まあ、プロ化は決定してるっていうのがあったからかな。じゃあ、うん、プロレスの技も考えてるしね。プロレス好きそうだよね。プロレスは絶対好きでしょ、うん。最後ね、やっぱプロレスだからしっかりね、なんだ、ジャーマンスープレックス、うん、プロレス好きな人あれ好きだよね。あれが一番美しい技とされてるよね。綺麗じゃない、本当に。そうなんだ。タイガーマスクとかのさ、うん、バックドロップじゃないんだ、うん、いやジャーマンでしょ。なんかジャーマン謎だよね、あれね、うん、あ、先に自分の頭つけちゃうの嫌だけどね、俺は。頭つけるよね、ジャーマンスープレックスってね。じゃ、うん、頭つける、うん、まあいいんですけど、うん、はい、というわけでね、じゃあザ・モモタロウやっていきましょう。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。わか、それがし、必ずモモマスクを手に入れて。立ったまま、気絶しておるわ。上、いや、弁慶の立ちお風呂じゃなくて立ち小便だった。どうもありがとうございました。